スライダーファールボールです。したがってこう打線にリズムを作るようなピッチングというのはここまで過去2試合先発ではできていません。セカンド、これは飛びついた、あっと送球がそれました。長いの送球、記録は H のランプ、ヒットランプがついています。まあ強い打球で長江がよく止めましたが、その後の送球がそれました。守備のいい長江ではありますが、その後、まあ、ワンヒットワンエラーということで、これはよく飛びつきました。そしてこれでもこう慌てる必要なかったですかね、送球は。まあ一か八かのスローイングだったとは思うんですけどね、やっぱり高いより低い方がやっぱりアウトにはなりやすいですからね、セカンドのエラーもつきまして二塁へ内川が進みました。結局三者凡退は1回はできず、そしてバッターは4番に今日座っている田村です。